ゆうとび、本日の車体がこうちゃんございます。イルミネーションということで、早速どうでしょう。はい、ということで本日は大阪府の大阪城のね、このイルミネーションの写真を撮りに来てみたんですけども、まずは横構図で撮っていきます。いつもねイルミネーション撮るときってイルミネーションだけがねこうやってビャーって綺麗なんですけど、主題がないんですよ。主題を探すのがめちゃめちゃ難しくて、いつもね困難を極めているんですが、今回は大阪城っていうね絶好のねこの主題があるんですよ。なのでこの大阪城を主題にして、今回は1枚目まず横構図で撮っていこうと思います。ということで、このね手前にイルミネーション綺麗な白いやつがねビュービュービュッと生えてるんですよ。なのでこのイルミネーションをめちゃめちゃぼかして玉ぼけさせます。でその玉ぼけで額縁構造を作ろうと思います。ということで、こうねいい感じの場所をね探すんですよ。その結果ね、この辺から撮っていこうと思います。この辺でちょっと望遠 50mm ぐらいにするんですよ。そうするとね、この大阪城をど真ん中に入れた時に、この辺ですね、この辺ちょうどね周り全体的にイルミネーションだけで綺麗に埋めれるんですよ。僕ね写真の4隅がいつも重要や重要や言うてるんですけど、ここにすると写真の4隅が完全にイルミネーションの白い部分だけで埋めれますと。でちょっとだけポイントなんですけど、この今左上に入ってるこのボケなんですけど、この左上がねめっちゃ大きくボケを作らないとちょっとね黒い部分が入ってしまったんです。なので左上のボケだけねめちゃめちゃ大きくビャビャっと入れます。ということで、ここを横構図で撮っていこうと思います。で設定していきます。とりあえず安定の A モードからの露出補正を白飛び黒つぶれがなるべくしないようにプラマイゼロにしました。でまず F 値を決めますと、 F 値を一番低い 2.8 にします。 F 値一番低い 2.8 にすることで、手前に入れるねあのイルミネーションがねめちゃめちゃボケて玉ボケになりますと。で僕いつもねイルミネーション撮るときマニュアルで撮ってるんですよ。で今回もマニュアルで撮ってもいいんですけど、別にね A モードでも撮れるんですよ。シャッタースピードが自動で60分の1秒とか80分の1秒になるぐらいまで ISO をね変えるだけでいいんですね。なので今回の場合は ISO を640にした時にちょうどねシャッタースピードが自動で80分の1秒になりましたと。なのでマニュアルで自分でシャッタースピードも ISO も決めてもいいんですけど、別にシャッタースピードが80分の1秒になればそれでいいんで、今回はちょっとマニュアルがめんどくさいということで A モードでやってしまいます。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、横構図で撮りました。でど真ん中に主題の大阪城を入れて、でその周りを副題の玉ぼけで埋めました。でこの横構図でちょっと望遠にすることで、この周りの副題の玉ぼけの部分をもう完全にそれだけで埋めるっていうのをこうね頑張って探して撮りました。ちょっとでもねこう黒い部分とか空の部分、黒い部分とか他の白くない部分が入ったら、それだけでね写真の雰囲気がちょっと崩れると思うので、こうやって微妙な構図探しをめっちゃこだわって頑張ってね手持ちで撮りました。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次は縦構図で撮っていきます。縦構図でさっきと同じ戦法で撮っていこうと思います。ということで、次はこの手前のこのイルミネーションをぼかして玉ぼけさせていこうと思います。さっきのはね真っ白だったんですけども、今回のこれはオレンジと白のこの2色のイルミネーションを撮っていこうと思います。ということで、どの辺を撮っていくかなんですけど、またねさっきと同じ感じで決めていきます。とりあえずもう一番望遠、今回は 70mm にします。で奥の大阪城にピンと合わせますと。であとはもうこうやって 70mm でピント合わせた状態で、どこがね一番綺麗に収まっているかっていうのをこうやってね探しながら撮っていきますと。でさっきはね大阪城の手前にもう完全にイルミネーションが被らずに綺麗に撮れたんですけど、今回の方が望遠でね手前の玉ぼけをめちゃめちゃ大きくビャーっと入れようと思います。シンプルに手前の玉ぼけにねこうやってねめっちゃ近づくんですよ。カメラレンズをめっちゃ近づけるとシンプルに大きくなりますんで、この手前のイルミネーションにカメラをめちゃくちゃ近づけて、この辺を縦構図で撮っていこうと思います。さっきどこ撮ったかもはや覚えてへん。で設定もさっきと一緒で F 値 2.8 にした時に、シャッタースピードを80分の1秒にするためには ISO を640まで上げたという感じの流れで決めました。ということで、この設定でどうでしょう。
い、ということでこんな感じの写真になりまして、さっきは横構図で、今回は縦構図で撮ってみました。で、縦構図望遠 70mm で、手前のイルミネーションでもうぶつかるぐらいまで近づくことで、さっきの玉ぼけより大きくね、手前にバババッとね、広がりのある感じで入れれました。これはこれでね、いいかと思いました。で、あと僕ね、オレンジが好きなので、この写真の方がなんかオレンジ入ってるんでいいかなって、個人的に思います。はい、ところで、次はい、ということで次なんですけど、次も縦構図で撮っていきます。もう今日の主題は一緒、大阪城です。大阪城を主題にして、周りのどのイルミネーションで副題を作るかということなんですけども、次はこの手前にあるね、この謎の建物のイルミネーションを副題にしていこうと思います。ということで、この中に入ってしまいます。この中に入りまして、とほんで、ここがねちょうど入り口の部分で額縁構図を作れるんですよ。ちょうどこの入り口の部分を広角で撮ると、手前のね、この謎の建物型のイルミネーションで額縁構図を作って、そのちょうど空いてるところに大阪城を入れれますと。で、この奥のイルミネーションもちょうど写真縦構図にした時に下の方に入れれるんで、収まりがいいかなと思いました。で、さっきまでは望遠で玉ぼけさせてたんですけども、今回は広角で縦構図でこの手前のものも全部入れて、奥に大阪城を入れて、全体的にピントを合わせて撮っていこうと思います。で、設定していきます。今回は手前のイルミネーションと奥の大阪城全体的にピント合わせたいので、 F 値をねめちゃめちゃ大きく、もう14まで上げてしまいます。で、今回ね三脚を立てて撮るんですよ。ここ三脚 OK ということで、三脚を立てて撮れるんですね。なのでシャッタースピードがね何秒になってもいいんですよ。ってことで ISO をね100まで下げます。 ISO100 まで下げた方が写真の画質が綺麗になるんですね。で、三脚を立てて長秒露光2秒とか 2.5 秒で撮る時っていうのは、このねレンズについてる手ブレ補正をオフにしてください。三脚立てて2秒とかで撮るとね、この2秒の間に変に手ブレ補正の部分がガガガって動いてブレてしまうんですよ。写真がブレてしまうんで、三脚立てるときは絶対にこの手ブレ補正はオフにしてください。ということで、この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、今回は縦構図で広角で撮りました。 24mm で撮りました。で、さっきは F 値を小さくしてイルミネーションをねめちゃめちゃぼかしてたんですけども、今回はね F 値をめっちゃ大きくすることで全体的にピントを合わせてみました。で、そうするとね手前のイルミネーションの謎の建物にもピントがあっていい感じになったかなと思います。で、このねちょうどど真ん中に大阪城で、この上の三角の部分もちょうどど真ん中に収まるようにして、この左右のねバランスを意識しながら撮ってみました。ということで次、はい、ということで次なんですけど、次はここから縦構図で撮っていきます。奥に大阪城を入れますと。で、このね手前になんか人が歩いたら色が変わるであろう、この謎の物体がねいっぱい並んでるんですよ。この謎の物体を前景にして撮っていこうと思います。なんかこの上を走ったらね色が変わるらしいんですけども、変わってるやつでしょうか。今回4枚目は縦構図で広角で撮っていこうと思います。広角でカメラをこうやって下の方に下げて、この手前のね丸いピカピカしたやつを大きく入れようと思います。で、この手前のやつをこう大きく映して、広角で奥の大阪城を小さく映すことで、しかもこの曲線になって奥に向かって続いてるんで、奥行き感がねめっちゃ出るかなと思いました。ということで、ここは縦構図広角 24mm で撮っていこうと思います。大阪城はど真ん中に入れます。で、設定していきます。今回も F 値を14、めちゃくちゃ大きくします。奥の大阪城と手前のねこの丸いピカピカしたやつ全体的にピント合わせたいんですよ。なので F 値を大きく14にします。で、三脚立てれるということで、シャッタースピードが何秒になっても大丈夫です。ってことで ISO を100まで下げました。で、ユートビといえばこのね充電がいつもなくなりそうで話題でございます。この設定でどうでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、広角 24mm でめっちゃ近づいて撮りました。で、手前が大きく奥が小さくで曲線になってるんで、奥行き感が出たかなと思います。で、僕個人的にオレンジが好きなので、オレンジ色のタイミングを待って撮りました。もうこれはもうマジただの好みで撮りました。ということで、もう撮るものないので終わります。
はい、ということで本日は大阪府の大阪城のイルミネーションの写真を撮りに来てみたんですけども、今日はね大阪城っていうもう一つの圧倒的な主題と圧倒的なねこのイルミネーションの副題があったんで、どの組み合わせで撮るかだけでもうほんまに選び放題でね簡単ではありました。でもなんかその分とりあえずも望遠で玉ボケさせればいいやみたいなね考えに陥りやすくなったので、最後の方はあえてこう広角でなんか違う感じで撮れへんかなと思っていろいろ探してみました。ということでもう喋ることないので帰ろうと思います。ここに反射しているイルミネーションがいつも綺麗ですよね。あと充電も完全に切りました。帰るしかありません。ということでもう喋ることないので帰ろうと思います。さっきも言ったな、さよなら、バイバーイ。